フィンランド発祥で小説や絵本、ぬいぐるみなどさまざまな形で親しまれているムーミンシリーズ北広島市は今日ムーミンシリーズの日本におけるライセンス管理を担当する企業ライツブランズと包括連携協定を締結しました市によりますと北広島団地がフィンランドのタピオラと呼ばれる地域の街並みをモデルにしていることや市内に森が多いことなどが ムーーミンシリーズのの世界観ととと一致し協定の締結に至ったということです今後はふるさと納税の返礼品として贈られる白い恋人のパッケージにキャラクターを描くなどするほかムーミンの世界観をイメージしたイベントを市内で行うなどさまざまな場面でムーミンを活用していく予定だということです。